小宮です。おはようございます。おはよう。口履いたんだよね、ママ、パパ。ナイキのサンダルね、パパ。これ、はい、パパの、パパの。今日はね、火曜日で定休日なんですが、今日はね、奈良市保育で保育園2日、あ、映ってないよ。ほら、立ってごらん。奈良市保育で2日目です。ね、スイちゃん。なのでね、お庭に今僕がエアコン当たりすぎてちょっと、なんか怒ってますね。お水拭こうかな。まあ芝生に水をやりがてら、ちょっとね、外の空気というかエアコンの空気でちょっとなんか体が重いんで浴びようかなと思ってます。はい。上からシャワーです。あ、いいよ。日陰でいい。あんま直射じゃないこれ。いいね、そのサンダルね。はい。いや、暑くないの？暑い。こっち？うん。暑くない。まあ、暑かねえか。スイちゃん、帽子、車を降りしちゃったね。シャワーをこうやって出してる。じゃあほら、こっちおいで、こっち、ほら、あ、気持ちいい。水出ない？冷て、結構冷たいね。水出ないかな。水出てないね。もうちょっと、あ、でも、いや、
え、でも薄く見えるかも。消えちゃったよ。あー気持ちよかったですね。はい、しうん辛いよ。こんぐらいじゃない。こっちね、ぬぐつ濡れちゃったね。はい、じゃあ保育園の準備しましょうね。はい、いらっしゃい。はい、ということでスイちゃんのお庭遊び動画からスタートしたんですけども、今日は保育園の奈良市保育2日目ということで、2日目です。昨日はまあ想定外の結果というかね、想定外のスイちゃん余裕っていう中で、一緒にもらい泣きした俺がアホではないかっていう感じになりましたね。よいしょ。早速遅刻しそうなんですけれども、まあ、買っていきましょう。うわ、なんだこの人。買っていきましょう。はい、ということで2日目登園完了しました。まあ、ネイピーを抱っこで父は歩いていったんだけど、まあ、道中は別に嫌がるかなと思ったけど、普通に歩いて階段登って行って、で中入ってやっぱちょっとこう足元にこうひしってくっついてたけど、まあでもなんか先生たちも、ね、先生たちがそうね、声かけもちゃんと反応してたし、うん、最後最終的にバイバイして、まあ、涙ぐんでっていうか泣いてたけど、ちゃんとバイバイしてネイネイといてねって言って、まあ、ネイがいるのは結構心強かったのかなと思います。だ2日目にしてもなんかしがみついてっていう感じではなくて、普通にバイバイできたという。偉いね。偉いけど、まあね、寂しいです。成長が感じられました、ね。はい、ということでお迎えまで少しの間仕事します。パパ、おお上手。あっちよ。あっちでしょ。もう一回。まあ今日はさすがにというか誰もいない。シュー上手だね。乗っかってごらん。おいしょ。おいしょ。ん？赤い。出て。出て。見て。見て。見てるよ。ママ、見て。ここは明治公園ですね。まあなんかちっちゃい子でもあんま危なくないね。貸し切りだね。どう？
ということで保育園から無事にお迎えも完了しまして、ちょっとね緊急で真帆が歯が痛いっていうことで、歯じゃない、歯じゃねえよ、なんだっけ、口内とリンパ節も痛いっつって、まあ、まあとにかく痛みに弱い人なんで、まあもう無理そうなんで、荷物受け取りにね新しい園の方に行かなきゃいけないんだけど、その時間もなさそうなので、じゃあいいよ、行かなきゃいけない、向こうで行くか、まあ、向こうで行った方が本当はいいかもしれないけど、調べたところはどこなの、この辺なの、その場所を入れてくれれば、はい、灼熱やべじびかっていうところにちょっと仕組みが3なんだけど、まあ何なんだろうね、ちょっと一回止まって車を冷やそうか、ちょっとゲロ熱いね、よし、地図設定も完了したんで、まず向かっていきましょう。最悪。ん？どうして？ん？何が？はい。緊急でとかいうか、まあ、病院に今は行きました。まあ、口内炎が痛いって騒いでたんだけど、まあ、リンパが腫れているということで、まあ、結構数日ずっと痛がってるんで、どうでしょうかね。まあ、とりあえず横本参道にある矢部耳鼻咽頭科ってとこが出たらしくて行きました。はい、まあ大事に至らないといいんですけどね、まあ、とりあえず僕らは待ちかなって感じです。はい、真帆さん帰ってきました。結果は口内炎です。まあ、一応1週間経っても治らなかったら来てください。スイちゃんはお姉ちゃんで、そして、スイちゃんは眠られまして、メイピはうんちを漏らしました。はい、そういう事件がありました。明日、ん、何に聞くのか、ことぶき薬局、プロント、あ、こういうことか、全然近くにないんだ、青山大志堂薬局、プロントか、一番近いの、近いけどさ、あなた歩きなさいよって話をする。明日薬局に向かってみましょう。まあ薬もらいにね行くんですけど、もうね怖い、空腹になると不機嫌になる人とかね、痛みでご飯が食べれないとか騒いでって、ロキソニン飲んで、なんか食べたいみたいな、食べれんじゃん、これとリンがトバッチリを食らう確率が、トバッチリ食らってないです今、痛すぎて静かになってるだけです、喋るって言うのに、ここにメゾンスペシャルがあるの、なんか緑のあったじゃん、おお、ここに入ってる、下取りに出したとしたやつ、うん、この八百山大志堂薬局さんが多分そうなんじゃないかな、待ってきてくれ、
なんだよ、もらって。助手席だよね。本人じゃないとダメだ。いや、わかんない。どうなったの？めんどくさいかったらやだな、そんな。そこ止まれていくな。あー、北村薬局。北村薬局。ああ、道路沿いにあるね。北村薬局の方が来やすいのかな、もしかして。うんじゃないよ。めっちゃ、うん。ねえ、ご機嫌だね。視界が見えるでしょ。ちょっと涼しい位置に移動したんだ。ちょっと後ろがあまりにも多分暑いもんね、もうつまんないかな。右足だけ直近。まあでもちょっとさ、お肉が冷えてるんですよ。脂肪っていうダウン着てるからね。そう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 。でもすごいいい病院だった。おじいちゃん先生なんだけど早いし、うん、まあ、それなりにまあ、うん、この辺に左側にある本当北村薬局の方がやっぱ行きやすそうだね。北村薬局多分この辺のはずなんだけどな。これで何入り口？ここじゃないかもしかして。これ北村薬局は違うじゃん。全然場所にも違う。これもっとこっちってこと？あ、じゃあこれちょっと合ってる。じゃあこれでいいんだ。へっへっへっ。本当にお探せ野郎ですね。こんな円ってしまったね。そうですよ。かわいそうな私。疲れてますかって聞かれて、うん、うーん、いや。いやって言えちゃうんかい。いやだってめっちゃ寝てんじゃん。寝てるね。ちゃんと食べてるし。なんか疲れてる理由がないわけ。そうだね。そうだねって言ったけど、まあそんなにそうだね、最近別に。だから、早く寝るようにしてるし。うんうん。まあ、9時台に寝てますから。だから9時台とか寝ちゃうと、俺も本当3時とかに目覚めるから。やめてほしいよね。どういう関係だろう。夫婦かも。メイピーがミンチ漏らしてびっくりして、あ、漏らしてはないんだけどさ、何漏らしたよ、ないです。ちょっと秘めるよーか。だコーヒー飲むなって言ったんだけど、コーヒーシリーズのほんとダメなんだ。コーヒー関係ないですって書いちゃって、ただビタミン B をでもダメって言われた。吸収するのが早いから、うん、吸収するのが早い。刺激物ではないじゃん、コーヒーって。刺激物じゃない。カフェインは刺激物。カフェインが入ってます。カフェインがビタミン B を吸収するのを早めちゃうんだって。で、こうなるとビタミン B が不足してるとなるものでしょ。減りやすいんだ。そう。だから別に刺激物ではない。果敢、果敢肉じゃん。炭酸とか辛いものとかダメ。別に付き合うよ、食べないけど。食べたいならいい。いや、このメンツじゃ無理だ。ねえ、もう口の中痛くなかった、うん、痛いけど、喋れないほどではない。くそ、ね、30分経ってないよ。10分も経ってないね。塗った薬、塗ってもらった薬と今ロキソニン飲んだじゃん、さっき。多分これロキソニンも効いてきたら多分。ロキソニンが効いてる。ロキソニン効いてきたら忘れられる。でも舌足らずは治らない。あ、だ。ちょっと出るおかゆが減ってる。うちのね、美容室のね、大輝くんっていう
スタッフがやるんだけど、もうね、プラシーボ効果がすごいっていうかね、風邪でなんかだるい、なんか体調悪いって言ってたんだけど、風邪薬飲んだ瞬間に、あ、効いてきたとか言って、いや、効いてねえだろみたいな話をしたんだけど、真帆が今、薬飲む瞬間になんか、あれみたいな、なんか喋り出したぞみたいな。さっきまで喋るの辛いとか言ってた。あれみたいな。もう聞いてきたかもって話して、あ、聞いてないかも。調子乗ると、なんかすんだよ、ね、それがそう。どうでもいいエピソードとかさ。あ、お腹空いたけど、なんだろうね。でも、サビ抜きなんじゃない、寿司だったら。何なん、食べれ、いや、別に行った先で、食べれそうなものをチョイスするから。とりあえず家に車を置いて、いや、まあ、あんま歩いてるのないね、ないよ。そのことない。え？置いた先でさ、意外とさ、食べるとこそんな多くなくて。食べるところはあるよ。子供を連れて行けるところでベビーカーが入りにくい。あ、そうね。水だけだったら私も。水も見てね、今ベビーカーちょっと厳しいよね。厳しい。こじんまりした個人店が多いから、またあの焼肉屋さんとか、焼肉屋そこの焼肉屋いいな、行くだったら龍華だよ。あ、龍華ね、何時から、うん、前田行けなかったしね、リベンジマッチ。じゃあ一応その方向で、行きましょうかね。はい、向かっていきます。はい、ちょっとね、怒ってます。真帆さんが怒ってます。ごめんね、ごめんね。はい、なんか Google マップは今日ずっとおかしいね。いつもの道っていうか、保育園の時も全然意味わかんない道だったし、今もね、ご飯屋さん着いたんだけど、もう延々と本来目指したところと全く違う。ぐるぐる回ってんじゃんみたいな。1時間ですね。1時間でね、伸びてたのにね、2時間かかりましたね。謎。ということで、ご飯に行きまーす。パパ。スイちゃん。スイちゃん。こうでした。はい。じゃあレモネード、乾杯。オレンジジュース、PMG スムージー、パッションフルーツ、マンゴー、グアバ。あ、すぐにこっちにしてあげればよかったですけど。帰る？なくなってきた。噛んじゃうんだ。これがサムネにしたい。はい、じゃあパパーはパパーイ、パレモネード、父は父オレンジジュース、そして父はオレンジジュース、は PMG スムージー。あ、なんか飲んでる人いるけど、 PMG スムージー飲んでる。静かに起きてる。じゃあ、こっちやよ。ママ、ねえ、ママのだ。うん、ママのだよ。ラングちゃんが来る。そうです。すいねえ、トイレだから置いてくるかめっちゃ迷ったけど、おいしい。あ、チグチエだ。どうしよう、歩くのもやだけど。
てるけど。チューチューのじゃないと思う。うん、おいしいからね、おいしいし。お金のお金。飲み直したもんね。おいしい？いっぱい何？レモネード。バイバイ。でね、2時間880円だから安い。気づいたら飲み物はシャッフルされてる。本当だ。オレンジが一番なんかいいな。見えた方がいいんだ、ついちゃんは。ああ、これはああね、こぼれちゃったのね。ああ、そういうことか。これはああ、ああ、これはああ、でもああ、ね、こぼれてんじゃん。こぼれてるか。ああ、漏らしちゃった。どうぞ。ああ、チーズで。
五人のにまあまあ。ねえ、レモネード飲まないでしょ。やめ。飲むな。なんで取っちゃうんだよ。